ベトナム生まれカンボジア育ち両親対人これ全部嘘やつコピーです。はい、ということでね、今日の企画なんですか。今日の企画はなんとなんとなセブティ噂のセブティです。はい、マジでそんなんいい合法じゃない合法じゃない合法です。あ、そうか合法です。あ、合法か違法じゃないんですよ。なんかそういうイメージあるやん、なんか合法か違法かみたいな、このせめぎ合いのところでどっちの狭間みたいな、ここ、あ、そう、ごめん、全然合法。これチェリオで売ってるやけど、自販機で売ってんけど。なんぼしたん？1本500円。500円もする？やばないよ、全然高すぎん。高いな。で、これでなんか効果的にはなんか、うん、リラックス効果とかなんか、なんていうの、ふわふわするみたいな、よく寝れるようになるらしい、うん、これを飲んでどうなるのか。はい、ふわふわするのか。はい、ぶっ飛んでいきましょう。いい天気だ。はい、ということでちょっとあのコップ用意したんですよ。ここに色を確かめながらちょっと検証していきたいなと思って、うん、実際に飲んでいくんで。気になるね。いきます。あ、しあ、めっちゃ下手やん。一番下手やん。あ、とりあえず色、うん、何色か、うん、まさかの、まさかの、え、こんな色や。白？白？白？もうちょい入れるか。うん。もうちょい入れる。白？何これ？白色？入れる？じゃ、でも若干黄色？若干黄色か。うん。めっちゃなんか、フルーツの匂いする。なんかフルーツ入ってるのかな、これ。いや、もう実際にもう、これ一気に飲んだ方がいいかな、これ。そうじゃん。一気に飲んだ方がここが出るのかな。うん、一気に飲むわ。ちょいちょい。もういくね。何このフルーツ、うわ、え、体に悪そうな味モンスターの上位互換。やばい、目決まってる。やばいやばい、大丈夫か。やばいやばい。やばいやばい。え、お前大丈夫か？北斗七星って、右から左の角度に流れて、肘についてるんや。ふふふ。え？大パニック症候群。嘘っぽ。あー、お腹すいたな、お腹すいたな。あー、え、これめっちゃチョコみたいちゃう？チョコチョコチョコ、チョコチョコチョコ、チョコチョコチョコ。人形の綱渡り。オリックス生命。あー、そうやな。大丈夫か？なんか気分が高揚してきたな。やばいやばい、うわ、やばい。やばい、気持ち悪いなってきた。ちょ、ガチや、これ。いや、ほんまに気持ち悪い。ほんまに気持ち悪い。これ、あかんわ。やばい、ちょ、お人形！はい、ということでね。うん。いや、リアルでいい。リアルに。リアルに。リアルにちょっとふわふわしてくれというか。おーい。どんな感覚なの？なんか、うん。まあ、この検証結果。うん。もう一言でまとめます。はい。変わらん。お疲れです。お疲れ様。はい。演技うまかったな、今日も。あの、結構初めてから出たやろ。うんうん。完璧や。いいやん。これ騙せたな。騙せたやろ、みんな。ちなみに何本目今日？え？ 8。 やってんやん。